皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうにようこそ。今日は皆さんにこの綺麗な色と模様のスカーフを簡単に編む方法をご紹介します。とても綺麗な模様ですよね。すごく簡単にすぐにできてしまいます。今回私は9ミリサイズの編み針を使いました。使った毛糸はこの色とりどりで色がたくさん変わっていくというとても綺麗な毛糸です。さあそれでは何を使ったのかまずお見せしましょう。さあ今回再登場のこの毛糸ブランドランドスケープのとても綺麗な虹色の毛糸を使いました。すごく綺麗に染まった毛糸ですよね。 100g で 134m でアクリル 100% です。この毛糸の色番号は201番ですね。号数は6号から 6.5 号と書いてありますが、今回私は 9mm の編み針を使いました。それでは初めのところを引き出して始めていきましょう。このように中指と薬指の間に先を通して一巻きして始めていきます。メジャーを使って測りながらだいたい65センチから70センチになるまで鎖編みをしていきましょう。最初の目を作って鎖編みを始めていきます。1、2、3、4、5、6。今回目の数を数える必要はありません。作りたい長さ65センチから70センチになるまでどんどん鎖編みをしていきましょう。さあそれではここで何センチになったかメジャーで測ってみましょう。こう長く伸ばして、はい、ちょうど70センチ編み終わりました。それではこのメジャーをもう一度脇に置いて、それでは次のステップに移るためにこのすでに編んだ部分が全くねじれがないように置いていきます。この編み目がちゃんと並ぶようにねじれていないことを確認しながら、すべてをこうやって並べるように置きましょう。ここに最初の編み目があって、こちらが編み針についた最後のところですね。それでは最後のところをもう少し引き出して、この最初のところに編み針を通します。もう一度お見せしますね。ここに編み針を差し込みます。そしてここのところを一緒にして一度編み目を作ります。これで全体が一つの輪になりました。ねじれがないことは確認できます。それではここで高さのために2回鎖編みの編み目を作ります。それではここから中長編みを始めていきます。編み針に3つループがかかっている状態から引き出して1つ中長編みの目を作ります。最初の段からループを取って、1つのループにつき1目ずつ中長編みで編んでいきます。そしてこのようにして1段目すべてに対して1つの編み目、1つの中長編みの編み目ができるように編んでいきましょう。この鎖編みの最後のところに来るまで中長編みで編んでいきます。さあここで1周中長編みで編み終わりました。この最後のところが中長編みの編み目ですね。それではこの最後のところで一度引き抜き編みの編み目をここで作ります。これで1段目が完全に終わりました。それでは次からここのところ深くから引き抜いて編んでいきます。まずここで1回だけ鎖編みをして高さを作ります。そしてここからまた中長編みを進めていきます。そしてそのためにここから取るのではなくて、この間のところ、この2つの目の間のところから引き抜いて中長編みの編み目を作ります。毛糸を取るというよりはこのすでに編んだ編み目のところを取って次の編み目を作っていきます。とっても簡単ですごく早くどんどん目が進んでいきます。ポイントはこの前に作ったこの目のところから糸を引き出すというわけではなく、本当に編み目の間から糸を引き出して編み目を作っていくということですね。1段目よりもさらに簡単で早くどんどん目が出来上がっていきます。そして密度も高くなってきたのがお分かりかと思います。そしてこうやって編むことの効果は、一つの目がどんどん大きくなってきたということです。こうやって編むことでこのスカーフ全体がどんどん大きく厚くなってきましたね。
ここで結構色が綺麗に変わってきたのが見えてきました。紫からピンクへと変わってきましたね。さらに糸を引き出してどんどん編んでいきましょう。さあこれでまた1周編み終わりました。この1段を編み終わる間にまた色が変わってきたのが見えますね。綺麗なオレンジ色が出てきました。これから黄色に変わっていきます。ここでもう一度中長編みをします。そしてここから一度ここから取って鎖編みをして、これでこの段が完全に閉じたということになります。ここから新しく鎖編みを一目作って新しい段を編み始めていきます。またさっきと同じように中長編みで編み始めます。このように全然違う色が重なっていくので綺麗な模様ができ始めてきました。それでは今まで編んできたのと同じようにどんどん段を作って重ねていきます。最後まで編み終わったところで皆さんに最後のまとめ方をお見せします。そこまではずっと同じパターンでこういう風に中長編みをしていくという繰り返しです。さあこれで十分な高さに編めました。このように綺麗に色が変わっていくのがよく見えますね。こうやって同じパターンで色が重なっていくのが面白いですね。こうやって緑、青、紫、黄色、そしてピンクという風に順番で重なっていて、この下のところでも色違いですが同じように模様ができました。そしてこの上のところで私が編み終わったところですね。まだ少し毛糸が残っています。それではまず短めに切って編み針で上の方に引っ張り出して最後の仕上げをする準備をします。編み針をこの編み目のところから差し込んで残った毛糸をかけて引き抜きます。そして次に毛糸をこっち側に持ってきて編み目のところにもう一度かけて引き抜いたら、さあこれでしっかり最後が閉じられたことになりました。裏から見ても綺麗に閉じられているのがよくわかります。はじめのところも同じように閉じます。これで綺麗な模様のスカーフが出来上がりました。色とりどりの毛糸が活かされていて秋冬にぴったりのスカーフ、簡単に編める方法をご紹介しました。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。 DIY 自分で作ろうをご視聴くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それではまた次の簡単手芸ビデオでお会いしましょう。